皆さんこんにちは、タイプ D です。今回は、ユミディジから、時代の流れに追いついたスマホが2月21日に発売されるということで、今回は、そんなユミディジ、バイソン、GT2、5G シリーズを紹介していきます。2021年以降、ずっと時代遅れなスペックのスマホばかり出し続けていたユミディジ。私がユミディジ信者と名乗るほどコスパ最強なスマホを出していたユミディジは、2020年を境目に時代に取り残されたようなスペックのスマホしか出さなくなりました。そのため私のユミディジに対する期待は徐々に失われていき、もう見限ろうかとも思っていました。しかしそんなユミディジが2月21日にユミディジ初の 5G スマホを出します。今回スペック上はかなり期待しているスマホです。もしかしたらこのスマホを境目に2022年はユミディジ復活の年となるのかもしれません。というわけでユミディジ、バイソン、GT2、5G シリーズを紹介します。スマホのデザインはこんな感じで、見ればわかる通りタフネススマホです。ちなみに無印とプロモデルがありますが、違いはこの背面デザインとストレージ容量だけなので、デザインが好みな方を選択していいと思います。 CPU にはメディアテックのディメンシティ900を搭載、アンツツ約40万点のミドルハイに匹敵するスペックがあります。ずっとヘリオシリーズばかり使っていたユミディジがついにヘリオシリーズから脱して時代のトレンドに追いつきました。これなら普段使いどころか少しヘビーな使い方もできます。ただタフネススマホである特性上排熱が心配ではありますが、ラムは 8GB と結構多く、ロムは無印が 128GB、 プロが 256GB と必要十分な容量を備えています。しかもマイクロ SD も使えるので容量に困ることはないでしょう。サイズはご覧の通りで、タフネススマホとあって大きく重たいですね。ここはタフネススマホの宿命なので仕方がない部分です。ディスプレイはフル HD プラスで 90Hz のリフレッシュレートと 180Hz のタッチサンプリングレートに対応。ディスプレイタイプは不明ですが、特に宣伝していないところから見ると液晶である可能性が高いです。カメラはスペック上は Xiaomi Mi 11 Lite、5G と同じ構成のレンズを積んでいますが、ユミディジのことなのでカメラには期待しないでおきましょう。ここは実機を触ってみないとわからない部分です。バッテリーは 6150mAh と大容量ですが、これまでのユミディジのスマホの特性から考えるとそれなりにバッテリーは持つ方と考えた方がいいでしょう。そしてユミディジお得意の全キャリア対応、何気に 5G にも対応していて、さらに他のスマホでは省かれがちな N79 にも対応しており、ドコモの 5G もフルバンド対応しています。そして特筆すべき点は Wi-Fi 6にも対応している点。 5G に対応したタフネススマホは数多くありますが、私が知っている限りだと 5G と Wi-Fi 6を双方対応させたタフネススマホは思い当たりません。他のタフネス 5G スマホとここで大きく差別化がつけられていると言っていいでしょう。 SIM スロットは SIM2 とマイクロ SD が配達仕様になっています。なぜユミディジお得意のトリプルスロットにしなかったのか。 IP68、IP69K、ミル規格の防水防塵耐衝撃に対応していて、かなり頑丈なスマホと言えますね。さすがはタフネスといったところ。そして何気に体温測定用の赤外線温度センサーもあります。あまり大きくは宣伝されていませんが、ユミディジ A11 と同じ精度と速度の体温測定が可能です。生体認証は世界最強の側面指紋認証と顔認証に対応。わかってますねユミディジさん。 Android T12 搭載ですが、こちらはアップデートで提供されるらしく、おそらく出荷時点の OS は Android 11でしょう。ボタン配置はこのようになっていて、ちゃんとイヤホンジャックも確認できます。タフネススマホらしくマルチファンクションキーが2つ確認できます。そしていつも通り保護フィルムも最初から付属します。
それでいて価格はなんと、無印が 35,865 円、プロが 40,647 円。これ普通にコスト良いですよね。アンツツ40万点台の 5G 対応タフネススマホがこの価格というのは結構安いのではないでしょうか。私の知ってるユミディジが帰ってきた、という感覚です。私は、このスマホを発売日に購入予定です。iPhone 13 mini のレビューも控えているため、レビュー動画自体は結構後になるかもしれませんが、ユミディジ、バイソン、GT2 無印は実機レビューいたしますのでお楽しみに。販売リンクは概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。あ、ちなみに、ユミディジのことなので、ちゃんと技的も取得しているはずなので、そこはご安心を。では、また次回に。